ねえ、私ようやく平成前髪から抜け出したんじゃない？違う？どうもこんばんは。今日私お誕生日なんですけど、ちょっと自分から言うのおこがましいんですけど日付が変わったタイミングで卒業を発表させていただきました。ああ、なんかこう文章を画像を用意してね、このポストするまでは全然実感湧かなかったけど、でもこうね、そのポストを押した瞬間、卒業発表した瞬間、こうニュースに取り上げてもらったり、翌朝もね、いろんなところで話題にしてもらったり、みんなのこうリアクションとか言葉を見て、それでようやく自分も卒業発表したんだなってやばい、これこんなの初めてだから当然だけど、いや泣きそうになっちゃうね、やばいねこれ。やばいやばい、これもうすでにうるっときちゃってる。私はね、直筆で今回ちょっと発表させてもらったんだけど、最初の方は全然大丈夫だった、書いてて楽しかったってあれをね書いた瞬間、すごい、あーやばい、あれを書いた瞬間に本当に良かったって思えた。そこでめっちゃ涙がわーってなった。やばい、せっかくメイクしたのに崩れちゃうよ。絶対この涙袋で受け止めてやる。絶対下にまで行かせないぞ。発表しただけなのにね、全然そんな泣くことじゃないんですけど。卒業は来年の春だから、意外と長くいるじゃんって感じに思われちゃうかもしれないんだけど。ああどうしよう、話したいことがいっぱいある。私はね、1年前にもう決めてた。やっぱりこうそのタイミングでもう話でもうエイトが10周年ではなく9周年を迎えるタイミングでもう解散はしないけど休止をするっていうのをなんか聞いてたから、ああそっかと思って、でもなんかそのタイミングでもなんかまあ考えてはいたけど、やっぱり自分のデビューして10周年、エイトの10周年とかお誕生日このタイミングで10の時にめちゃめちゃ自分がこう調子よくてもどんなに落ちぶれていようとも、まあ、そんなことはあんまないと思うんだけど、そのタイミングでこう10周年を迎える10回目のお誕生日の時にこう区切りをつけるというか、それがなんか美しいなと思って、それもそう、ブログの方にもね書いたけど、それをそのタイミングでここを去るのが私はそう美しいと思ったっていうのも理由の一つかもかもじゃないよね、理由の一つです。文章の通りまだここにいるっていうこともできたと思うんだけど、選択の一つとして
でもやっぱりこう自分はもう1年前にそう決めてたけど、やっぱりこの休止っていうタイミングで今まで一緒に頑張ってきたみんながそれを機に卒業を考えたり、もう関東メンバーなんて特にこうね、マリアとかナナシとかさ、ヒダヤも卒業っていう選択を取って、ああもう本当に見送ってもらえる、一緒に頑張ったねって、頑張ってきてよかったねって言い合える本当のなんか戦友たちも、なんかこう見送ってくれる人たちがいなくなってしまったなっていうのもすごいそこで寂しいなと思ったし、でもこの2ヶ月はでも決めるって絶対もう発表するってさすごい思ってたけど、あでもやっぱりもうちょっと痛いなって迷ったり、いやでも自分の将来のためにはもう早くこの決断すべきだって、もうなんなら今日卒業した方が絶対いいってぐらい、そんなに急ぐ必要もないんだけど、そう思ってたけど、ね、っていう。昨日はずっと私がこの世界に入ってからチームメイトこうよく、てかもうここまで育て上げてくれた自分の師と思っている方がいらっしゃって、その方にこう発表の瞬間を見守っていただき、そうで、すごい気を使ってくれ、ゆいゆいに電話してくれて、もう押しますって時にもう2人とも「おお!」ってびっくりしちゃって、2人でわたわたしながら、そうゆいゆいもう電話つながってる状態で「えい!」って押して、そうだからもうゆいゆいだけにはもう1年前からなんか、去年の私のお誕生日の時もゆいゆいと過ごしてて一緒にご飯食べてて、そうもうその時にもう私来年で来年の自分のお誕生日に卒業発表するってそう伝えてて、そうで、そのシングルは今回のゆいゆいがセンターのアイドルなんかじゃなかったらで、選抜メンバーとして、まあもう AKB のメンバーとしてこのシングルに携わる、参加させてもらうのはこのシングルが最後になっちゃったMV 撮ってる時ももうこれが最後かなって もう決めてたというか諦めてたというか最後だなと思いながらも全て、いやでもそれなのにやっぱりこの稽古とかどうしてもちょっと抜けられないタイミングで、まあ、本番待ったりとかねしたんだけど、そのタイミングでちょっとね MV 撮影と重なってしまって、それだけ本当に悔しかったなと思うんだけど、本当だったらもう MV いないかもしれなかったっていう状況で、まあそう考えたらね、本当に一瞬だけでも映れた、参加できただけで本当に良かったなって思うんだけどこれが最後になっちゃいました。でも悔しさは残るけど、でもゆいゆいがセンターの曲で終われて、それはすごい良かったなって思う。
ありがとう。何に対してのってよねコメントが嬉しくていろいろ思い出しちゃって。なんかね、やっぱずっと楽しい瞬間も、でも割合で言ったらなんかすごい大変な時の方がばっかり、すごい苦しいというかうーって思う時期を一番一緒に過ごしたんだって、まあ、それとなんか同じぐらい楽しいの数はもしかしたら少なかったかもしれないけど、まあ、でもそれを超えるぐらい、回数は少ないけど上回るぐらい大きい喜びとか楽しいの共有できたから、一緒に過ごしてきたから、旦那にね、誰にでもこう優しくてさ優しくてすごいめっちゃゆいゆいのこと語ってる今素晴らしいんですよ。そんなね、もう誰もが認めるさ素晴らしきアイドルじゃない、もうゆいゆいは人としてもそうだし、でもそんなゆいゆいがずっとふさわしいのにさ、なんかセンターにこう長い間ならなくて、ポジション的に言うとね、こうセンターの隣だったりするけどさ、私はそうファンの人よりかはゆいゆいの姿をこう見てきたからさ、なんか真ん中に立ってほしいなってこんなにふさわしい人いないよってずっと思ってたから、そんなゆいゆいがさ、やっと5年ぶりだよねにセンターになったタイミングで、でもそのそれが自分の終わりのタイミングになって、それも何か納得できた、これが終わりでいいなって思えた。なんか私今日顔違くない？昨日そ泣いてないんだけど、私さなんか今日顔違くない？ずっと自分の顔見ながら喋ってるんだけどさこんな顔だったっけ私ね、なんだろうねこんな顔だったっけって感じ。あ、うん、もうお世話になったスタッフさんとかいろんな AKB じゃないところでこうお世話になった方とかメンバーにも、うん、めっちゃ行ったかな結構みんなに今日発表するねってすごい一方的に自己満に。なんかそれが礼儀かなと思って、そのアピールとかじゃなくて、すごい世話になったり一緒に頑張ってきた仲間だったから、何も言わずに発表ってなんかすごい失礼だなと思ったから、私はもうめちゃ言いました。でも親からもちゃんと言いなさいって来た。そうですよねって思って、なので現地の握手会、幕張での握手はクリスマス、どうしよう、強制サンタ来るかなサンタで終わるの私、さすがにちょっと、ま、切る分もあるだろうけど、サンタで終わるのはちょっと
あの照れくさいものがありますので、ちょっと気があるかもしれないけど。でオンラインの方はまた1月で。卒業の自分自身のこう講演とかそういうもの全く決まってなくて、日付も、まあ、でもやっぱりコンサートがあるないどっちにしろやっぱりあの記念日としてエイトも自分も10周年を迎えるタイミングで終わりにしようと思ってたから、その日程とかどうなるか分かんないけど、その辺でって言っとくね。うん、そんくらいで次のステップを踏もうと思います。あー終わるんだね。次どんなことやるの？まあもうそのあこれどこまで言っていいのかな。春に そして卒業してもうすぐに始まるお仕事があるから、まず一旦それに全力を注いで、もうその後は、うん、まあ、この 2,3 年両立してきたことと大きく変わらないかな。この道を極めていくってことかな。女優に専念とかじゃなくて、自分がやりたいことをいろいろ、だからこれっていうのはないからっていうのはちょっと難しいんだけど、事務所はどうする？そのままだよ。ホリプロさんですよ。そう、ずっと事務所の方ともマネージャーさんともずっと作戦会議して練りに練って、でもホリプロに入らせてもらうあのタイミングから面談とかもさせてもらったんだけど、その時からもうずっと私はこの世界でやっていきたいって、まあね、大学辞めた時点でもうここでやっていこうってもう覚悟は決めてたから、どちらかというと今というよりそのこれからのことについてすごくいろいろこうご教授いただいたと言いますか、なんて言えばいいんだろう。ね、そっちを大事に、これからの岡部凛が大事だからっていうお話もすごい心強い言葉ももらって、まあだから今後のためにもね、 AKB48 のこのね、たくさんの人が知ってくれてるこんな大きい看板ね、名前だから、そのね力を借りながらまだ両立しながらっていう道もあると思うよって、いろんなこう選択肢も教えてくれたり提案してもらったけど、やっぱり私はここのタイミングがベストだと思うなと思って強行してしまったので、ちょっと本当に頑張りますって感じ。すいませんって感じ。めっちゃもうだから言い訳できなくなっちゃったよね、みんなにもそうだし、こう事務所のそう言ってくれた人たちにも、だから言ったよねっていう風になっちゃうから、本当に頑張んないとなって感じなんだけど、ショールームはやりたいなと思ってる。まあ、ショールームじゃない、どうだろうね、なんかこうやってみんなと話す一方的に話しかけてるだけだけど、それは何か、あでもこのねアカウントそのまま残してもらうっていうのもありできるんだったらね、このファンクラブの人にしか見れない設定にしちゃうかもしれないけど、でもうん、もうじゃんじゃんそういうコンテンツとかみんなと会える機会っていうのは残したいし作っていこうと思ってるから、そこは全然今と何にも変わらないと思う。
本当ウィーバースいいよね。でも契約してるの AKB48 だから、ウィーバースはさすがにできなくなっちゃうんじゃないかな。逆に7号号に戻る。わかんない。でもなんかそういう文章でも気軽にこうみんなに見てもらえるところはね、なんかないかな。ねえ、卒業のね終わり際ね。ああでも私はあの誰かのこう卒業公演とかそういう瞬間ステージに立ち会えるのってすごい光栄なことだなって、一緒にこういさせてもらって嬉しいなっていう気持ちなんだけど、自分がってなるとこなんか個人的には自分のファンだけだったらいいけど、なんか他のメンバーのファンをこう付き合わせるのがなんか申し訳ないっていうか、そんなところに時間をなーっていう、もう今回のその発表の仕方もそうだけど、私は誰かのそういう瞬間に入れるのは嬉しい、でも自分がってなるとやっぱりうん、なんかごめんなさいって、こんな貴重な大事な時間私のこんな個人的な発表に使っちゃってごめんなさいっていう気持ちになっちゃうから、そうだしこう無駄なく漏れもなく自分の伝えたいことをそう伝えられるっていうか、それがこういう文章だったら全部まとめて、うん、一切の誤解なく伝えられるのは文章書くっていうこの手しかないなと思ってそうさせていただいた。だからもう卒業公演とか個人的にはね、今のとこ本当に分かんないけど、本当今だったらこんなとこで言うなって話か。私はもう書類上で終わればもう本当に自分のその卒業なんたらみたいなじゃなくていいって思っている派なんだけど、ただやっぱりそのお祭りみたいなことだけはしたい。エイトが私だけじゃなくて他のみんなも10周年をチームじゃなくて個人的にみんなも芸能界に入って10周年を迎えるタイミングだから、私のそれはもう無視してもらってみんなでこうお祝いするそういうライブがもしできるんだったら私はもうそれで大大大満足。そう、それでもう終わり際にじゃあ私はもうここで終わりだからみんなあと頑張ってねって、そういう明るい終わり方ができたら私は理想だなと思ってる。うん。よっぽどもうそういうあれがね、やりたい曲とかは個人的にやりますじゃもう、 もうファンクラブでやります。ちょっとダメだな、自分のことってなるとちょっとあーダメ、付き合わせちゃ悪い悪い悪いっていうマインドになりますね。3日当日じゃなくともね、その付近でできたらいいなって、いいなと思ってる。全くこの話はどうなるかわからない、ただ願望を今口にしてみました。
いやでもなんかこういうところでさ、卒業コンサートやりたいですって言えるような、なんかそういうなんていうのかな、自信というか、悪く言ったらズーズーしさとか、なんかそういうところが10年やっても自分にこう身につかなかったっていうのは、なんかそこもまた私の AKB の人生だったなと思って。いやちゃんとなんだろう、傷ついてきて、傷ついてはいるから、なんかね、心ない言葉的なやつにそういうのにもちゃんとなんかこう、うってやられてきたので、そう、なんかそういうのはもう、すみません、こんな私が申し訳ねえでございますみたいな悔しいね、なんかそこに負けた瞬間もあったっていうと。でももっと上に行ったりさ、できる人たちって、何か突出したこう何かを持ってる人たちって、傷つくことはあってもそれを乗り越えてこう上に行ける人たちだから、うん、微妙に足りなくて私もそういうのないんだよな。ちょっとそこもね、悔しさポイントですよ。もうちゃんと食らっちゃってるからな。ねえ、まあでも今のところアイドルにこう慣れてよかったなって、本当にアイドルになってよかったって思えてるから、この気持ちのままね、卒業の時も同じ言葉が言えたらいいなって思ってる。あんなものはいけませんよ、あんなあんな曲のタイトルは本当良くないですフ私は本当に振り返ってアイドルになるっていう選択をして良かったなってことばかりだったから、天の曇りもない。多分、うん、うん、ないかな。いいの、悔しいとか、あれできなかったなとか、まあよーく考えたらあるかもしれないけど、でもいいの、私の AKB 人生はそれでいいのいやそれがAKB の青春だったなと思って、悔しさが残って満足して終わっちゃったらさ、卒業した後さ燃え尽きちゃうよきっと。悔しさが残ってるからこそ卒業した後も、もうその悔しさというか切なさをバネにさ、ここで叶えられなかったことをじゃあ次のステージでどうにか叶えようって思えられるじゃんいいの、うん、その切なさもいいんですよ。センターになりたかったなとかさもうそれは絶対的に無理だけど、本当に一曲もないの私、カップリングとかでもないの、うん、こう木本さんに詩を書いてもらいたいなとかさ、なんかそういうのもあるけどさ、別にこれはみんな口にしないだけでさ、絶対みんなこれはもう
心の中で思ってること。なかなか言えないよこれは。もうめちゃめちゃ自信あったりさうん、そういう気持ちがないとなかなか口にできないよ。その見合った努力をできてる人がそう言えるんだと思う、うん、おろスロになったらセンターさでも私はね、そんな中でこう12回も選抜メンバーに選んでもらって、いろんなね経験をさせてもらったから本当に恵まれてるし、まあ、これ以上はないでしょう、もう、うん、十分ですよ。うん、やっぱシングルの中で一番こう青春したなと思うのはね、マモルーマかな。やっぱりあれもまあさ、 AKB48 のメンバーグループじゃなくて、AKB48 だけで初めてこう挑んだ作品曲だったから、初めて選抜の中でみんなと一緒に頑張ってる、作り上げてるっていうのを感じられて、本当にしんどかったもん。あのウィッチウェイの練習してて、股関節を結構みんな痛めてて、足とかもあんまりにもやったことがない、そんな1ヶ月とかやっただけじゃできるものじゃないから、あのダンスってもう痛めて、もう踊っちゃダメですっていう状態になった時に、もうああよかったって思っちゃうぐらいああ助かったって、痛めて助かったって思うぐらい本当に大変ででもそのぐらい選抜のメンバーで、8とかはもうこんな全国ツアーとかでしょっちゅうそうこういう思いをしてきたけど、先輩も後輩も一緒で、そんなメンバーたちと一緒にこうみんなにこう拍手してもらえる、曲終わった後ふーとかじゃなくてさ、すごいよって拍手もらえるような、そんな曲をさ、自分が選抜メンバーとしてね、オリジナルメンバーとしてそういう曲が自分の中にもできたっていうのは、本当に今思うと過ぎてからじわじわ実感してきてるんだけど、そんな曲ができてよかったなって。この間茨城のさイベント、県庁でのイベントを行った時にも、県庁の方っていうか、まあ、そこの一緒にいろいろアテンドとかしてくださったスタッフさんとかが、やっぱ根もハモルーマーでってすごいグッときてって、すごい熱意を持ってこう伝えてくれて、それで好きになったんだよって。やっぱあのタイミングでさ、新しく好きになってくれた人多かったんだなと思って、戻ってきてくれたり、またね、あの根もハモルーマーのメンバーは自分の中で特別だな。うん、戻ってきたうちの一人ありがとうよかった戻ってきてくれて最初はどう思ったの？いや最初に来た資料というか、こういうものを次はこのメンバーでやりますよっていう動画とか曲聴いた時にしびれた。
できないっしょってちょっと思っちゃったけど、でもこれみんなでできたら絶対かっこいいって、あの三重高校の生徒さんたちがまだ仮歌、音源もまだちょっと今と違う感じの、まあ、サビだけだったんだけど、ほんとサビだけで鳥肌立った。え、やばいやばいやばいってビビビって、そのくらい素敵で、その動画ずっと撮っといてるんだけど、うん、特別。今も踊れるの？え、でも踊れる踊れる。ちょっとキレは落ちたかもしれないけどやってないからね、あんまり。でもあれ抜いて踊るってことが絶対できないの。力を入れないとその振りのスピードに間に合わないから、適当にっていうのができない、あの曲。だからリハーサルで体力使わないでって時も徹底的に抜いてやらないと無理、できない。でもう0か100。うん、他の曲にこう支障が出てきちゃうからそう。でもそんな中でも奈々さんはね、ずっと練習 もう 100% の力でずっと抜いてやってるの見たことない。それぐらいね、責任とかさ、センターとしてこう引っ張っていこうとかさ、いろんな覚悟が見えてさ、本当に奈々さんすごいなって。この AKB のこのねスタートをさ、センターを務めてくれたのが奈々さんで、本当良かったなってすごく思う。ああね、ひーちゃんもね戻ってきたタイミングだったしね。やったね、私も堀江ですねやったね。ハトミンさんとか他のタレントさんも一緒に覚えてくれて、もう40分経っちゃったね。話したいこと話したのかな分かんなくなってきちゃった。ね、ありがとう。もうお別れみたいな空気になるのはちょっとやめてよ。まだいるからまだいるんで、発表しただけなので。確かに、じゃあ泣くなってね溢れてきてしまったよね、自分が見た景色をそのままこう見せるってなかなかできないけど、でも自分が見てきてここは真似したいなとかさ、すごいなって思ったことはさ、物理的にこうなんかつなげていけたらなって、言葉でちゃんと伝えてとかしたりして、まあでもしばらくはね、仲間たちの旅立ちを見送るっていうのが続きそうですな。あ、うん、ももちゃん、ひーちゃん卒業ね発表してて、
の2人は自分が卒業する前にもういなくなってしまうので、京香ちゃんはいつさ卒業っていう卒業公演ってなるの？1月？嘘、年内？もっと早かった、3月ぐらいかと思ってた。年内なんだ。なんで？もう覚えられないよね。だってまだ卒業発表して卒業公演をしてないっていう人もいるもんね。なかなかやるかどうかわかんないけど何歌をねどうしようかな。4曲ぐらい候補あるわ。全然私は何もまだ話し合っていないだけだから、全然これからもしかしたらあるかもしれないし、そのままないかもしれないし全く何も話していないだけだよ。サイン変えたりしますか？でもここで変えちゃったらさ、今までサインをして喜んでくれた人たちがなんかかわいそうっていう、かわいそうってなんだせっかくさもらってあんな感動してくれたのにさ、今違うのってなったらなんかもうなんかねあれじゃないと思って。もちろんみんなにはサイン会とかそういうものでさ持ってるって人たくさんいると思うけどさ、それ以外にもさいろんなところに行って書いてきたからさ、さすがにそのチームエイトとか今今日聞かれて AKB にしてるけど、あそこよね本当。まあリンとかにすればいいのかな、所属してるものの名前書いてたけど、あそこにホリプロはさすがに可愛くないから入れたくないなあの字面がホリプロはちょっとあんまり、ひらがなにすれば可愛くなるのかしら。いや感謝してますよもちろん、あの頭上がらないんですけど、でもちょっとホリプロカタカナっては入れたくないかなうん、ちょっとそこは自分の名前にするかも。うん鼻水出そうになっちゃった茨城とかねえ、今後ね、まあでも発表されてからすればいいわ。いいか、別に今焦って言う必要ないもんね。芸名本名のまま行くっていうあんま聞かれないこと言われたなかなかそういうのね質問にで上がってこない。変えちゃう、思い切って岡部凛じゃない名前にしてみる初めて聞かれたんだけど、変えませんせっかくじわじわと知ってもらえてる最中なのに変えないよ。できればこのままでやらせてほしいな。
てほしかったかな。一からスタートってそういう意味じゃないねん。私はね、芸能人1年目ってそういうことじゃない、あのマインドの話、マインドの話です。でもすごい誇りには思ってるの、ここで学んだこととか自分がやってきたことって。これもちょっと文章に入れようかなと迷ったんだけど、書き方難しくてやめちゃったんだけど、でもやっぱり徐々にこう自分も外での活動するうちに、こんなに誇りを持って愛しているんだけど、でもやっぱりどんだけ名前が知られてようと、やっぱりちょっとなんて言えばいいのかな、それだけじゃ戦えないっていうか、こうそれを武器に頑張っていくとは言ったものの、やっぱりそれだけじゃちょっとね戦えない部分もあるし、小さい部分も、小さいって言葉がちょっと合ってるか分かんないんだけど、それを実感する瞬間もあったから、誇りに宝にしつつも、あんまりそれにねっていう、だから10年っていうやってきたけれど、でも1年初めて芸能界に入るっていう気持ちでやんないとなって思ったの。うん。みんちゃん舞台の方に行くの？あ、そんなずっと舞台をね、舞台オンリーではないかな。でもやっぱりそこで学べることとか、本番を何回も何回も経験するってめちゃめちゃ力になるし、こういうのに出ましたって言えるから、それはもうでも好きだなと思うし、それはやり続けていきたい、自分の力をつけるためにも。今はねあんま言えないけど、いろいろ頑張ってるところですよ。うん、いやでもね、それは幸せなことだなと思う。この自分が好きなことをお仕事にできてるっていうのは本当に幸せだなと思ってる。会社で働くこととかってさ、やっぱり苦手だけど、でも生きていくためにってこう仕方なくやってるみたいなところはさ、どこ行ってもさちょっとはあるじゃない。対象違うかもしれないけど、でも私はそこすごい恵まれてるなと思ってて、ちゃんと自分がこれやりたいってことをお仕事にして生きていけてるから、それは本当に幸運だなって思ってる。私なんか自分が好きな人がめちゃめちゃいるってすごい幸せなことじゃない？会社勤めではそんなことあまり起きないじゃない？隠れファンクラブみたいなことは あるのかもしれないけど、アイドルの職業の素晴らしいところだなと思う。言い方あれかも、なんだろうね、ファンを増やすお仕事ってなったらまたちょっと言い方あれなんだけどさ、私は好きなことにそこに好きって言ってくれてるたくさんの人がついてきてくれるみたいな、なんかそういう感じがしてて、そこがすごいなって思う。幸せです。うん、もしかしたらアイドルとして始まって、それを終えてから違うことに勝負していくってめちゃめちゃ不利かもしれない
不利に働く時もあるかもしれないし、それをちょっと実感した時もめっちゃあるけど、でも私は同じぐらいそこでついてくれたファンの人が、まあこのタイミングで離れちゃう人も当然いると思うんだけど、でもそのままこうみんなを味方に一緒に戦ったり自分の今後を見守ってくれてる人がめちゃめちゃいるって、これは不利なとこもあるかもしれないけど、アイドルを経験した人の強みというか誇りだなと思うので、アイドルとしてこの世界に入ったんだって思いながら、それは自分のこう強みというか、ずっと隠さずにそうやって生きていけたらいいなって思ってる。暗い話やめてて、ね、暗くないもんじゃあこれは遠回しにみんなにこう愛を伝えてるんだよ、高等なこれは自分のことを語っているようで、みんなにこう愛をねドッパドッパ伝えてる明るい話なんやで高度なテクニックまあ今日のところはねそんな感じで、あの卒業を発表させていただきましたというこんなこんなでなんやかんやりましてっていう話ができれば、誕生日なんだよ実はっていうね、はい。いやもう卒業発表なんていいんだよ、いいんだよ、あの今日一番大事なの誕生日だから誕生日イエーイ、私は27歳になった。いやこの数字にもちょっとねおおってなる、もう無理と思った、あの28ではちょっとわーってなった、自分でさすがに自分だからね、あの他の人がどうとかもそういうこと言わないで、私がやるってなったらちょっとおおってなっちゃったうん、私がです、私の話です。誕生日忘れないで、そこが大事、今日は卒業だってもう全然春だもん。というわけで私も AKB で誰もが経験するこの決断をいたしましたということで、ありがとう、ごめん本当にたくさんタワーとか本当にありがとう。ハッピーバースデー自分いやみんな本当ありがとうございます、今後ともよろしくです。歌わないといけなくなっちゃうこれみんなありがとうやめてよもうこれやめてよもう、もうやらない、もうやらない、終わりにします。それはね、またやりますのでなんかまたその時思い出したこと話してるかも。ねえ本当にみんなありがとう、たくさんありがとう、タワー危なかった、号泣するところだった、危ない危ない
書タイム取んなくてもみんな勝手に取ってるじゃん。どんなどんな頑張ります。やだ、ちょっと恥ずかしい。やだやだやだ。はい、あーもうちょっとさ、今日マジでちょっとめっちゃ疲れた大変だな、返しきれてない。もうありがたいですね、ありがたい。ちょっといろいろ更新したりなんだり、もうやることいっぱいだ、大変だ。じゃあまた配信します。引き続き皆様まだいますのでよろしくお願いします。じゃあまたね、本当にみんなたくさんありがとう。これ本当にありがとうありがとうね。はーい、またどっかで語ってると思います。じゃあね、ありがとう。アイドルになってよかった卒業すると聞いたい言えそう言えそう今んとこ言えそう。じゃあねバイバイさようなら。